どうもシュートです。さあ今回はですね、今週一番注目されてるこのディーノ・ミッデイジ監督、まあレアルのアンチェロッティ監督なんですけど、まあその監督こんな形をしてて、まあゼロトップではないんですけど、両サイドにウィング2人いて、真ん中2人が OMF でゼロ CF って感じですね。まあ今まで登場したことない形でめちゃくちゃ注目されてるんですけれども、まずオフェンシブ戦術だとポゼッションショートパスサイド流動的で、フォアチェックサイドアグレッシブで、サポート距離が3、ディフェンスラインの高さが8、コンパクトネスが3となっておりまして、でこちらをディフェンシブにすると、まあ戦術は変わらないんですが、数値ですね、サポート距離が4になって、ディフェンスラインの高さが7になって、コンパクトネスが4になるということで、攻撃と守備の戦術はまあまあ別にいいかなと思いますが、やっぱ守備の数値が微妙なんですよ。もうコンパクトネスがディフェンシブで4、オフェンシブで3なので、まあどっちでもいいかなと。でまあこの監督はちょっとレート下がるやろなって思いつつも、ちょっと勇気振り絞って使ったら2回使ったんですけど、ちゃんと2勝できましたね。でまあそのうちの2試合目ね、6点も取れたんですよね。ちょっとこの試合録画してたんで、後でね見ていこうと思うんですけれども、まあどんな組み方をしたのかって言われたらね、こんな感じで組みました。まあこの監督の特徴といえば、 CF や ST がないから、ここの OMF の選手っていうのがこう真ん中で頂点みたいな感じで2トップになってくれるんですね。まあなので CF や ST に適性がない選手を擬似的にフォワードとして CF として使うことができる。でまあ守備時には中盤の選手なんで、ここ下がってね、442の形になって、攻撃時に424になるっていう、まあそういうちょっと変わった監督になってるかな。それでいてまあそんなに弱くもなかったので、まあ流行ってもおかしくはないんじゃないかなってぐらい強かったと思います。まあ疑似3シェフとか5バックと比べてトップクラスに強いかって言われたら、まあそうでもないですけど、まあ普通に攻めやすさはありましたね。でまあ組み方的には、もうこの中盤からディフェンスとかゴールキーパーにかけてはそんなにこだわってないというか、まあまあ適当に組んで、能力高い選手とライブアップでがいい選手を入れただけなんですけれども、やっぱこの前4枚ですね。まずこの両サイドなんですけど、ここはねライブレが一番ハマりましたね。2列目からの飛び出し、チャンスメーカー、まあナンバー10は試してないんですけど、この3つ試しましたが、やっぱライブレだと結構斜めに走ってくれて、例えば右サイドにある時こうぐーっと中に絞ってきてくれるので、火力も出たし、攻めやすかったし、使いやすかったかなと思います。でまあ OMF に関しては、先ほど言った通り、普段 CF で使えない選手を入れた方が、まあスカッと組むのも楽しめますし、そういうタイプの選手を最初こんな感じで組んでたんですけど、まあ1枚やっぱルンメリゲとか元から前線の選手やってますっていう人を入れた方が、まあ決定力とか抜け出し的にもいいかなと思ってルンメリゲを入れるようにしましたね。やっぱこの2人がね、前線こうやって抜け出してくるのはチートなんで、体強いし止められることがないので、決定力もそこそこあってね、カマビンガとかも結構面白そうですよね。で B2B のベッカムとかも試したんですけど、ボックス2ボックスあんまり良くないかな、ちょっと上がりが遅い気がして若干微妙に感じました。なのでまあ普段使えないフラーフェンベルフとかの無印とか、まあ、こういうカカとかの2列目の選手がいいかなと思います。まあ人選はこれぐらいで、攻め方なんですけど、結構ね今までのウイレとは全然違う攻め方になって、サイドメインですね。まあこの辺とか中盤とかディフェンスラインでボール奪ったら、ここにねしっかりラッシュが張ってたり、デルピエロがこうサイドに張ってたりするんで、まずそこに当てるんですね。そしたら守備に参加してたルンメニゲとかフラーフェンベルフがこうぐーっとねじわじわーっと走ってきてくれて、ここで溜めてそこにスルーパス出してあげる。でまあここで受けたりしたら、またルンメニゲとかデルピエロがこうやって走ってきてくれるんで、まずサイドにパス当てて最終中央に行くみたいな、本当にこっから横パス繋いでるだけで結構攻めきれたので、まあちょっとそのシーンもね、さっき6点の試合であったので、ちょっとその試合を今から見ていきましょう。はい、では見ていきましょう。まあこんな感じで調子はみんないい感じですね。ごめんなさいね、ちょっとチカ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 して。まあお相手さんは4312と、でまあ中盤 DMF 3枚にしてましたね。まあ何か理由があるのかもしれませんが、そっちの方が守備硬くなるんすかね。さあラッシュ、まず開幕こっち使って、 OMF がね結構キックオフするんすよね。そこちょっと面白いよね、普段 CF とかなのにね。でここラッシュから折り返して、ちょっとこれ外してしまうんですが、まあ今のところもね、最後僕がちゃんと落ち着いて打ってれば入ってたと思うので、まあいい形で攻めれてたんじゃないかなと。でまあ守備はまあコンパクトネス低いんですけど、まあそんなに守れないことはなかったかな。まあやっぱ結局能力が大事なので、選手の能力がしっかりしてたら、ディフェンスの選手とかフィジカル守備能力があったら、まあまあ守れたかなと思います。まあ2失点はしちゃったんですが、でまあフラーフェンベルフがちょっと珍しくサイドに張って、普段そんなことなかったんですけどね。でここからやっぱフラーフェンベルフ前線で使えたら、このダブルタッチ仕掛けてここで決めれちゃいますから、これが強いよね。まあこれは別に監督っていうよりもちょっと個人技が光ったシーンかなと思いますが、やっぱこの選手を、体強くてダブルタッチ持ちの選手を前線で使えるっていうのが強すぎますね。でまあちょっとここ失点シーンですね。ここの守備はね、僕が完全に悪かったんですけれども、まあそんなコンパクトネスもまあまあ気にならないじゃないですか。まあちょっとここ
簡単に裏取られちゃって、これは完全俺が悪いんですよね。まあまあでもね、1試合1点ぐらいやっぱ失点するんで仕方ないでしょう。さあルンメニゲからこっちデルピエロ使って、まあ、ちょっと危なかったんで一旦戻して、リサンドロ・マルティネスからこう縦パスちょっとミスって、まあ拾い返してビエラからフラベンベルフで、ここワンパでルンメニゲでいい抜け出しと。まあやっぱこの攻撃っすよね。しっかりフラフェンベルフワンタッチパスとかも持ってるし、ルンメニゲ OMF においてはやっぱしっかり抜け出してきて、ほんと CF と変わらない動きしてくれるんで、まあそれがめちゃくちゃ効いたシーンかなと思いますね。でまあ次このシーンですね、サイドからしっかり攻めていって、ビエラからここサイド当てる。そしたらルンメニゲここ走ってきて、でまた OMF のフラフェンベルフがこうやって走ってくると。ちょっとこの攻撃マジで強くないですか。もう本当に難しいこと何もしてなくて、ただただサイドに当てただけで、まあサイドの守備って言うてサイドバックってそんな強くないじゃないですか。だからラッシュとかデルピエロとかでもしっかり背負いきれますし、でそれでため作ってる間にこうやって OMF が抜け出してきてくれて、逆サイドも来てると。いやそりゃ強いよね。マジでめちゃくちゃ簡単やんって思いましたね。この監督にしかなかなかできない攻めなんじゃないかなと。4トップだとね、まあ、ちょっと上がりきってると思うんで、 CF とか ST があんな下から飛び出してくるっていうのはないと思うんですけど、これがやっぱちょっと OMF だから、まあ相手もマークつききれてないんじゃないかなと思います。さあここラッシュでちょっと仕掛けるふりして、ベッカムでこう溜め作って、まあ前線の枚数もいいですね。でここフラーフェンベルフィー抜け出しで、これはちょっとキーパー良すぎる。今のキーパーちょっとチート級の反応してますよね。でここ結構みんながやってるこのコーナーね、こうニアに出してこうファーにドーンってやって、まあちょっとこぼれましたけどナイスシュート。まあこのコーナーもできますよということで、まあ前半4対1ですね。まあちょっと支配率 70% はえぐいですけど、決して取りかごをしてたわけじゃないんでね、カットしてるシーンに絶対そんなことはしないんで。まあここしっかりと奪い取って、リサンドロ・マルティネスからまずサイドにドンと当てる。でこうサイドバックからラッシュフォードを使って、そしたらフラーフェンベルフがこうやって上がってきて、またルンメニゲが空いてくると。でルンメニゲ空いたらデルピエロ空くみたいな感じで、こんな感じで簡単に攻めれちゃうんですよね。意外とこのレート帯でも全然やれるんやなとちょっと思っちゃいましたね。まあこのレート帯でやれたら、まあどの人でもまあ使えんことはないでしょう。さあデルピエロからここラッシュ使って、ほらそしたら OMF が空いてくると。でデルピエロ使ってここかわしてナイスシュートですね。いやこの攻撃マジで良くないですか。 OMF が若干遅れてこうやって飛び出してきてくれるんで、やっぱ相手も対応できないと思うんですよね。でまあここ開幕ですね、多分やられたシーンだと思うんですけど、まあコンパクトネスとか以前に、まあ、これはちょっとまあ仕方ないゴールかな。ちょっと俺もキーパー出しちゃいましたしね。まあまあどんな監督でも2失点ぐらいならね普通にしちゃいますし、技術 3CF とか5バック使ってても全然するし、まあ逆にこのレート帯のワイツさんを2失点で抑えれてるなら全然いいんじゃないかな、内容的には。さあここビエラバーンって蹴って、まあこれちょっと惜しいシーンでしたね。まあワンパしたのがもったいなかったな、トラップしたらよかったですね。で組んでここしっかり奪ってフラーフェンベルフからルンメニゲで、ここしっかりウィングの選手がここまで絞って、このデルピのコンカ、いやーいいね。やっぱ元は左ウィングの1の ST といっても、逆サイドでボールあるときはしっかりこうやって絞ってきてくれるので、なのでまあデルピエロとか置いてたらなおさらね、コンカとか打ててハマるんじゃないかなと思いますね。てな感じでまあ1試合ねハイライト形式で見ていただきましたけれども、まあ守備に関してはまあぼちぼちかな。まあとにかくなかなかいないタイプの攻撃の仕方だと思うので、まあ結構刺さったんじゃないかな。ちょっと最後1試合やっていきますか。これレート1999ですけど、下がったら嫌やな。さあではレート2000復帰をかけて試合やっていきましょう。まあフラーフェンベルフ絶好調でかいな。まあこのままでいいですかね。レバンドフスキとかも使いたいけど、まあこのままいきましょう。ワチさんのスカットは4312ですね。さあではやっていきましょう。対戦よろしくお願いいたします。あーミスった。さあ危ない。あーちょいきなりピンチ、いきなりピンチ。大丈夫か大丈夫か。ちょいけ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 。クリバリクリバリビエラ、それ分からんけど誰だ。あーミスった、危ない。まずここちょっと逆サイドいきましょうかね。逆サイドフェンベルフで、はいこっちこっちのサイド使ってラッシュでちょっと溜めながら、はいここフラフェンベルフ使ったら、あーミスった。ちょっと雲行き怪しいな、これ大丈夫か。さあここダブタ警戒して、オッケーナイス。いやー待って、取り切って。まあそれは仕方ないでしょう。まあもうどの監督使ってても仕方ないっていうゴールですね。さあフェンベルフ、さあルンメニゲ抜け出してる。はいこっちラッシュ、はい、ルンメニゲトラップして、あ、何これこれ何、もうベッカム打っちゃえ、いやなー。さあここクリバリビエラで、さあルンメフェンベルフ上がってる。さあここワンツーかましたい、ナイス。いやなー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 、何してんの。いやいける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 、ルンメリゲナイス。まあまあちょっとラッキーな形ではありましたけど、まあまあナイスパスナイスゴールってことにしときましょう。さあここ2人で挟んで、いやいい守備、いや惜しいな。まあここ縦パス狙いたかったけどめちゃくちゃミスって、出すふりしてこれは決められるね。
いや、これは敗北一歩近づきましたね。さあ、ルンメニゲ。あ、もうルンメニゲもうこんな疲れてる。やば。さあ、フェンベルフ抜け出して。いやー、惜しいなー。まぁ、ちょっと前半負けちゃってますけれども。まぁ、頑張りましょう。さあ、ここ、アラウホで奪いまして、ベッカムから、ルンメニゲ。はい、ここ、サイド一回使いたいよ。フェンベルフから、あ、パスゴ入れちゃった。まぁ、いいか。一回ルンメ使って、アイデルピエロ走ってきてくれてる。ナイス。で、デルピエロ。いやー、ミスター。いや、まだある、まだある、まだある。まだあるぞ。まだあるぞ。いやー、無理か。いや、あるある、あるある。さあ、一回マイナス、マイナス使いの。はい、ここ、ベッカム。フェンベルフ。読まれてたけど、フェンベルフかわして。これが前線フェンベルフ。実質 CF で使えるこの男の強さね。マジでエグいでしょ。はい、こっち、ラッシュで。はい、フェンベルフ来たよ。で、ここパスゴ入れて、抜け出させて。で、このもう、ショーフラで。あ、パス。いやー、マジ。いや、残ったけど。じゃあ、ちょっとカカここ入れて、ベッケン OMF 入れて、まあ、レバンドスキーここ行きますか。いや、ベッケン OMF は意外と侮れないですからね。ベッケン CF 起用できたらいいなって思ってた人も多いでしょ。さあ、ここベッケン。さあ、ここ。アイフラーフェンベルフ上がる。これちょっとパスゴ入れの。いや、これはまだ使ったらあかんね。まだ使っちゃダメ。さあ、ベッカムから。はい、ここ。フラフェンベルフ入った。ベッケンで、はい、神。ベッケンじゃなかったレバンドフスキでしたけど、いや、ナイスシュートで、フラーフェンベルフ抜け出し神。やっぱもうこの男のためにあるようなフォメなんですよね。この男を CF 起用的な感じで使えるんで、マジでいいんやわ、それが。さあ、ここ、こっち出して、レバンドフスキ、もう一回カカで、さあ、ここ、はい、はい。いや、神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 。ちょっと最初の方は雲行き怪しかったですけど、まあなんとか4点取れて、まあ2点差で勝つことができたかな、これは。さあ、ラスト攻めていこう、ベッカムから。はい、こっち使って、さあ、フェンベルフの上がりをまず待ちます。で、上がってきました。出します。ここベッケン使います。カカで、溜めて。はい、フラーフェンベルフ。はい、ここレバンド好きで OK! ちょっとこのフォーメーションおもろいし、マジで強いわ。対戦ありがとうございました。まあまあ2戦復帰できましたね。いや、このフォーメーション意外と強いですね、本当に。まあとにかくこういうゴリゴリタイプの、今まで CF で使えなかったようなフラーフェンベルフとかビエラのこういう OMF がすごいハマりますし、まああれだけサイドで起点作って攻められたりしたら、相手も守りにくいんじゃないかな。まあとにかく僕が言いたいのは、ネタ枠のような監督には見えてしまいますけれども、実は結構強いんで、まあコストも850とね、獲得しやすくなってると思うので、まあ、本当に獲得しておいて損はない監督なんじゃないかなと思います。それでは今回この動画の方やっていこうかなと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。